皆さん、おはようございます。ダンピンラブジャパン、コンネモステレーターのウェラードサトミです。ウェラードサトミがお送りするスタンプスクールということで、今週もですね、ちょっとご挨拶からスタートすることにしました。あ、大丈夫大丈夫、ちゃんとしたとこで映ってた、よかった。はい、シドニーはですね、すでにどんどん暖かくなってきましたので、これからしばらくですね、日本の皆さんと私の服装がほぼ同じっていう時がどうでしょうか。 2,3 週間続くかな。でもこれからどんどん私は半袖になっていくわけなんですよね。はい、ということで、今日のスタンプスクールでご紹介するのは、10月のハッシュタグシンプルスタンピングということで、10月のお題はですね、サンキューカードを作るということで、スタンプ、それからインク、ペーパーでパンチを使ってもいいということだったので、はい、こちらです。こちらのですね、はい使うのは、これ多分今逆になってますよね、カメラでね。後でまた 見えると思いますけど、ギャザー、トゥギャザーと、それからパンチ、1と2分の1のパンチを使ってみたいと思います。一応ですね、今時差が2時間あるので、お昼なんですね。なので、おはようございますとは言いましたけど、こんにちはっていう感じなんです、本当はシドニー。ということで、早速カメラを切り替えてみたいと思います。はい、書いてる間ちょっとギシギシとか音がするかもしれませんが、そして書いてから、あ、大丈夫っぽい。よし、いけた。だんだんこれ慣れてきたので、うまくできるようになってきました。そして、はい、早速ですね、時間通りに AA さん、そして SM さん、おはようございます。あ、おはようございます。MK さんもおはようございます。AA さんは、久しぶりのライブ出席ではないでしょうか、と思っておりますが、気のせいでしょうか多分そうかな。なんと大体ね、久しぶりの方っていうのはね、わかるんですよ。はい、ということで、早速ですね、先ほど逆になってたと思いますけれども、このギャザーとギャザーのスタンプセット、台とね、コーディネートしてるんですけれども、まだ台カットマシンをお持ちでない方、もう十分スタンプだけでね、遊んでいただけるというのを今日ね、ご覧に入れたいと思います。そして使っていくパンチ、これにはね、コーディネートしたパンチはないですけれども、私はね、1と2分の1のサークルパンチをね、使いました。あら、メガネのしていない私、初めて見ましたか。ですね、ちょっと外してみました。で、メガネかけたままね、自分を映してると、自分がよく見えて恥ずかしいんですよ、結局。実を言うと、外してないとね、よく見えないので、その方がね、気が楽なんです。ということでね、今日外してたんですね。Y さんもおはようございます。嬉しいです。ライブ出席していただいて。ということで、この1と2分の1パンチをね、使っていきたいと思います。そしてですね、じゃっじゃじゃじゃーん、新しいスタンピンアップトリマー。これですね、ライブで今見てる方にとっては、いついつって言ってもわかりやすいんですけども、明日のですね、ブログにて、フライデーフェアビラスということで、いつも製品紹介のね、動画をね、フライデーフェアビラスシリーズでやってるんですけども、はい、こちらの新トリマー特集ということで、ね、これさえ、この一本、この動画を一本見ていただければ、新トリマー、従来品の比較から、使う前の準備、使っていく時のちょっとした注意点、そしてこの、はい、替え場ですね。替えをね、替える時のコツというか、替え方、プラス、刃をですね、2倍長持ちさせる方法なんかも、一挙に一つの動画でね、明日お見せしますので、そちらを詳しくはね、見ておいてください。よいしょ。はい。あとでこれ、YouTube で録画見てる人、明日って言っても、おそらくですね、
これ自体が YouTube に載る頃には、そちらのトリマーの動画の方が先にアップしてると思います。これね、出すとね、出さなくてよかったんだった。出すとね、すごい長いとこまで行けるので、今ね、ちょっと使えてました。出さなくてよかったでした。すいません。意味なかったです、今の。はい、よいしょ。いきますよ。今日はですね、縦開きなんですね。なので、A4 を半分に切っていくとき、これはもしかしたらね、皆さんとあんまり、やり方違うのかもしれませんけど、通常はですね、縦も横もっていうのがね、わからないとき、こういうふうに切っとけば、つまりここ長い方を14.85で切っとくと、まあ、半分に折ったものを縦に使ったり、横に使ったりっていうことでいいんですけれども、私はですね、縦の場合、こういうふうにね、開きたい人なんですよ。なので、私は縦っていうのが、で、縦の方がね、実際好きなので、10.5センチですごい切れますよ、これ。はい、クラムケーキです。ヒュー、もう最高。シャッシャカ切れます。すごいです、切れ味。そして次、スコアリングしていきます。スコーリング14.8で、これもね、ヒュイヒュイ。こんなね、細くてね、正確なスコアリングラインができるんですよ。もうね、これ夢中です。来てからずっとこれしか使っていませんという感じです。はい、そこで、ほら、しっかりずれることなく半分に折れるんですね。前の使ってた方、きっと共感していただけると思うんですけど、KT さんもおはようございます。共感していただけると思うんですけれども、スコアリングのね、溝が結構ね、前のトリマーね、広かったので、こうやってやっていくとね、幅が広くて、ずれてましたよね、微妙に折ると。実際問題。そういうことないんですよ、新しいの、イエーイ。ということを言ってるうちに、はい、さっさとスタートしろよって感じで。はい、行きまーす。今日はですね、カードストックね、3色、4色ですね、使いました。というの、何色使っていいとかっていうのは書いてなかったんですけれども、まあ、見本で、スタンピンアップの、なんていうんですか、コンセプトアーティストさんっていうかね、つまりカタログの見本を作ってる人なんですけど、デザイナーさんね、その方がね、2色カードストック使ってたし、インクも何色も結構使ってたので、あ、いいんだなっていうことで 私もカードストックは、4色使っちゃえということで用意してみました。はい、まずですね、カードの、もう、あらあら、結構ね、今回のね、簡単です。簡単です。そして、まず最初ですね、はい、サンキューカードということでね、このサンクスっていうのが入ってるのを選んでるんですけれども、なんとなくね、構想は最初考えているんですよ。考えてるんですよ。で、いつも私、このバックグラウンドを、なんて言うんでしょう。カードストックに OK 色でバックグラウンドで地模様を作るの大好きなんですよね。もうね、毎回やっちゃうんですよね。で、これ結構インパクトのある大きなもみじなので、もうこうやって押していくだけで、これインクはカードストックと同じクラムケーキです。結構ジューシーなので濃く見えますけど、ちょっと乾いてくるともうちょっと色が薄くなってきます。結構まだ濃いですね。はい。で、ちょっとここを開けてるのは、センチメントをね、この辺りに押そうというか、ここに来させようと思っているので、あらかじめ開けてるわけなんですね。はい、次に同じクラムケーキで、このボツボツ模様。なんかこういうのあるとね、ちょっとこうアーティスティックな感じになるわけなんですよね、バックグラウンドがね。で、これ地模様というか、こういうふうにね、オリジナルでデザイナーシリーズペーパーみたいに作る方のコツは、必ずはみ出ましょうね、模様ね。このきっちりこの四角に入れるんではなくて、はみ出させてください。そして押す時に、これもそうですけど、ターンしながら1回ずつ押していくと、より自然な感じになっていいんですよね。ほら、この辺なんかもね、この点々模様ね、こういう風に重ねていくのがおしゃれなんですよ。この辺りにもちょっとやっちゃおうかな、こんな風に。よいしょ、いい感じ。あっという間にできますよ。
これ史上初短いスタンプスクールかもしれない。まあそれがシンプルスタンピングのね、コツですよね。コツというか醍醐味ですよね。で、次にですね、はい、かぼちゃと、それからかぼちゃ2種類、そしてセンチメント、これをですね、それぞれカラーカードにね、いくんですね。ちょっとね、あらかじめ考え、YF さん、おはようございます。あらかじめ考えてたのと変えるかもしれないんですが、とりあえずちょっとやってみよう。これはですね、先ほど使ったクラムケーキよりも1個濃い、かなり濃いですけど、アーリーエスプレッソのインクを使っています。な、ちょっと今気づいた人いますかね。最近私がやっているのは、はい、このインクパッドのこの色を示すステッカーですね。これ、何も言葉、言語が書いてないものと、それからね、こういうふうに英語とか日本語とかって名前のステッカー、これについてますよね、インクパッドにね。で、今までね、この部分ね、前のタイプで、よし、こういうふうにね、中に私貼ってたんですよ、こういうふうに。で、まあ、これはこれでいいんですけど、この中に貼るの、もともとここに貼る用なんですよね、これ。中に貼るの結構ね、手になんかインクとかついちゃってめんどくさいなって思ってたんですよね。で、これは私の案ではなくって、シスルズのね、チームメンバーの方で、やってたのをね、見て、これ最高、天才と思ったからすぐに真似しました。いいこと見るとすぐ真似するウェラードっていうね。ここに貼っちゃうんですよ。もう最近全部、はい、やってます。最近のは。そうすると、まあ、こういうふうにしたままでももちろん色がわかるし、ちゃんと開けた時も、ほら、わかりますもんね、ここだったら。で、ここにいちいち貼るのってちょっと大変だなと思ってたので、貼るのも簡単だし、ちょっとしたね、ことなんですけどね、これすごいなと思ったので、すぐやってみます。すぐやってみる、ウェラードです。はい。ということ、あ、そう、さっきからちょっとこれね、こうなるかもと思ってたの、綺麗にしてないんです、スタンプ。後ろにね、ゴミがついてて接着がね、ちょっと接着とか、よいしょ、これで大丈夫だろう。ね、洗っとけばよかった。あー、また、ここが濡れてるから。なんという、大丈夫かな？はい。これガーデングリーンです。で、ちょっとしばらく置いとこう。ガーデングリーンに押しました。次、大きいかぼちゃ。これがですね、クラッシュトカリーにするか、パンプキンパイに押すかっていうのはちょっとね、迷っていて、でもね、ちょっと今度パンプキンパイに押してみます。なんでかっていうと、実はあらかじめ部品ね、作っておいて、違う色にね、押してるんですよ。この3つはですね、リーガルのコレクションの カラーパック、カラーファミリーですね、のパックをゲットすれば、この3色全部入っています。で、先ほどの、こういうふうにね、もう超簡単です。皆さん、さっさか大量に作れちゃうけど、それでも結構私的には、これ意外に可愛いんじゃないの？って思って見本を作ってみます。はい、ちょっとスタンプオフして、このね、先ほどのね、この点々を、このセンチメントの上に重ねときます。本当にちょっとしか見えないんですけど、もともと、わかります？クラムケーキなんですけど、それをさらにスタンプをしたから、かすかにしか見えないんですけど、それでもね、バックグラウンドとの、コーディネートっていうことでやってみました。はい、こちらかなり先ほどより乾いてきたので、薄くなってきましたよね。はい、これをですね、全部ね、この1と2分の1の差、あ、しまった、またやっちゃったかも。やっちゃった。ね、そう、こういうことやっちゃうんで、私先にパンチしときたいんですよね。どうしよう、まあいいや。わかります？もうちょっと真ん中にスタンプすればよかった。もういい、もう一回やる、今日時間あるもんねとか言って 今日ね、時間ありますもんね。だから、よし、もう一回やろう。この真ん中に押さないときですね。でもね、ケチケチ根性なので、どっちかっていうとね、こうやって先にパンチしといてからね、それに合うようにした方がね、紙がね、無駄にならなくて済むじゃないですか。なんですけど、まあ、ちょっとやってみます、これで。実際自分でやるときは、もう超ケチケチなので、端っこギリギリにこのサークルパンチを先に押しといて、その上から、スタンプをするっていうやり方を実はやっています。はい。
これもちょっとやばいかも。もう一回押すことになるのかしら。やってみよう。まあいいや。はい。そう、これね、全部ね、入るんですよ。あー、これもどうか。かけるか。あ、いけた。これは大丈夫だった。よいしょ。つまりこれ一色のインクなんですけど、カラーカードストックに押すことによってもう着色できてるんですよね。そして同じリーガルからの3色を使っていますので、もう当然ほら、秋色秋色ね、もうぴったりでしょう。秋のサンクス。これをですね、こうやってここに貼るだけ。 こうやって簡単で、実はですね、ちょっと迷ってたのが、黄色のパンプキンにして、オレンジのセンチメント、これでいくのか、今みたいね、パンプキン、オレンジ、これもパンプキンパイですから、で、クラッシュトカリーにするのか、と思ったんですけど、なんかやっぱり、こっちの方がいいかな、なんとなく。これ採用することにします。ということで、もうあとは貼るだけ。超簡単。ということで、1個はね、盛り上げていこうと思うので、確かディメンショナルとか使ってもいいと思うんですよね。そう、こんな感じ。ということで、ここで崩すとちょっとずつ重ねたいですね。ということで、一番最初に貼るのは、このパンプキンなので、このパンプキンをちょっとこんな風に取って、で、この辺りでしたね。ここに。とりあえず、まあ、後で調整しますから、こうやって貼っときましょう。はい、そして次、これもまだ盛り上げずにトンボで、よいしょ。で、最後にこれだけ貼って、よいしょよいしょ、置きます。出来超素早いです。もう一個違うバージョンもいっちゃおうかなと思いつつ、これはね、どうしよう、もういいや、いっちゃおう。なんでかっていうと、この2枚送り先はあるのですよ。なので、もしかして、これが届く方がいらっしゃるかもしれませんね。はい、こちらは、クラッシュドカリーのパンプキン。ヒュヒュ。そして次、これを上に重ねて。簡単でしょ？これ。サークルパンチね、結構最初に揃えるパンチとしては、あ、キーさまこんにちは。もうね、今日ね、簡単なんで終わっちゃうんですよ、これで。超簡単だから、いつももっとやってるでしょ、長く。超簡単だから、もう終わっちゃったっていう。2枚できました。出来上がり。そして、もうちょっとね、いろいろやりたいな。シンプルなんとかじゃなければ、ここからいろいろやってくるんです、やってくんですよ。せっかくなのでやっちゃおうかな。じゃあ、1個シンプルスタンピングして、じゃあ貼るのやめて、本当は貼らない。これ、あ、もう破ってるし、とか、これ受け取った人が見たらちょっとって感じ。これ、いけるかな、下に。よいしょ。もうすごい無理やり剥がして、あ、いけるいける、いくぞ、無理やりいくぞって感じで、こうやってですね、どんどんね、アップグレードしていくんですよ。はい、いけました。ちょっと破りましたけど、いいですいいです、これカバーしますから。なんかこれ受け取る人見てたらごめんね。 でもこうやってね、変遷があったんだと思いながら見てください。 で、どこだどこだ、破ってるところっていう風に、それも見つけてみてください。あ、もっとやっていいですか。はい、私もちょっと物足りなくって、もっとやります。 もっとやりますが、一応ちょっとだけアップグレードバージョンね。よいしょよいしょ。あ、これがなかなかしっかりしっかり。今ね、ティアンドテープをつけました、バーラップの上に。やっぱりこう、ちょっと秋の雰囲気ですもんね、バーラップね。はい、ここにこれつけます。そして破ったんですけれども、これもいくんですね、上にね。でもバーラップつけてるから、今度はまたティアンドテープつけときますね。そうした方が絶対にしっかりくるからね、だいたいビリって破るとこまで見せちゃってるっていうのはどうなのって感じですけど。 はい、そして最後、まだ残ってるかな、粘着いけそうかな。念のためもう一個つけとこう。 もう一個つけとこう。はい、でサンクスを盛り上げて、ここに
貼ります。あ、いいんじゃないですか。ビリビリっとした割にはちょっとこういうのが出ていて、そしてさらにジェムもつけたいウェラーと、どれがいいかな。あ、そしてね、ジェムももう行きましょうね。もりもりしちゃいましょうね。私結構もりもり、もうね、もりもり大好きなんですよ。止まらないんですよ。これも使っちゃおうかな。せっかくだから、いい、オッケー、オッケー。この、秋の雰囲気って、クラムケーキもそうですし、リーガルのね、カードストックもそうです。このリネンとかバーラップとか、ちょっとこう、自然を思い浮かばせるものが、なんとなくこう、色的にも秋の雰囲気ですよね。よいしょ。これをね、もうちょっとちっちゃい方がいいかな。これをですね、パンプキンの上に行くかな。これの方がいいかな。ここ?パンプキンの上? やっぱり、センチメントの上の方がいい感じ。こうやって皆さんもちょっとずつね、もりもりしてってみてください。で、簡単に言ったら変なんですけれども、見かけがまあまあよくって、ワオっていう感じのものを、しかも簡単に作りたい方、やっぱりね、こういうね、アクセサリー関係をちょっと用意しとくとね、いいんですよ。そうするとね、台とかパンチがいっぱいなくっても、結構こう見栄えのいいものが、このアクセサリー関係を駆使して、それも色がコーディネートしてるねっていうので結構できてくるんで、はい、ミニグルードとちょっとくるくるっと丸めて、この小さい部分になるようにして、よしよし、縮めて縮めて、でこちらにつけることにします。あ、かわいい、かわいい、かわいい、あ、かわいい、いいじゃないですか。どうしよう、パールもつけたい。メタリックの色的にメタリックとか、そういう絞ったというか、落ち着いたミュートな色の方が、パール、ホワイトとか、ね、ガンとしてるよりいいですよね。でも念のためちょっと全然関係ないけど、このネイチャーズのこれ。やっぱり違うな。意外にこの、裏接着付きセクイン、バタフライガーラ、この透明なやつが意外に良かったりして、セクイン、これも悪くないですね、悪くないですね、これ、この中の一色と言いつつ、やっぱりこの点々に惹かれている どっちにするか早くしてくださいって 思ってますか。そうなんでしょう。アクセサリー類はね、本当にいい仕事するんですよね。なので、比較的安価ですよね、アクセサリー類ね、こういうの。なので、台まだデビューしてませんとかね、スタンピン、パンチもいっぱい持ってなくってっていう方は、先にちょっとアクセサリー類を揃えておくと、比較的安価なんだけれども、見かけゴージャスっていうものがね、作れると思うんですね。はい、これでいきます。この辺に1個。いいね、いいね。お、いいじゃないですか。華やかさ出てきます。いいじゃないですか。何がいいのか分かりませんけども ここにも、ここにものす、ここにも1個。いい感じ。もうなんかちょっと止まらないぞ。もう1個、ここに1個。この辺に1個。よし。OK! 超満足です。急遽アップグレードバージョンまで作ってしまいました。だってこれ本当に何も言わずに作ってたら多分5分でできましたよ。ああだこうだ言いながら、それでも15分しかかからなかったっていうね。なので急遽アップグレードバージョンも作ってみました。ということでですね、こちらがですね、10月のハッシュタグシンプルスタンピング、こっちですね。こっち側のお題に沿ったもの、こっちはアップグレードバージョンということで、両方お見せいたしました。さらにこれをですね、ブログで、掲載するのは、あさって、今週の土曜日なので、10月12日、まあ、日曜日になるかもしれませんけど、大体そのあたりにこのカードを掲載するんですが、そこにはですね、もう一つシンプルスタンピングのお題とは違うんですが、パンチとスタンプセットだけなのに、結構
構モリモリ見えるっていう同じコンセプト、コンセプトは同じですね、の別のセットを使った全く別のデザインのカードもですね、一挙にその時載せますので、ぜひ、応用ということでね、ご覧いただきたいと思います。皆さんもぜひですねこの方法を試してみてください。そして最初にね揃えておくといいパンチってどういうのですかっていうのもね、ご質問どんどんお気軽にしてください。ということで Thanks for watching! Happy Stamping! Beep!